落ちしのぶは、日本の政治家、愛媛県議会議員、元今治市長、日本大学中退、母方の祖父である元衆議院議員茨岩港の秘書などを経て、1987年29歳で愛媛県議会議員初当選。以後、5回連続当選、副議長などを歴任。自由民主党の党務では、政調会長や総務会長など自由民主党、 愛媛県連合会の養殖も務めた。2004年8月5日の臨時議会で中畑保一議長の辞職に伴う新議長に選出された。当時、全国の都道府県議会議長の中で最年少であった。愛媛県議会議員を経て2005年の合併後の新今治市の市長選挙に立候補。2004年8月、 重ゲ新順一今治市長が、疾患の後遺症による体調不良から合併後の新市長選への不出馬を表明。オチのほか、この初代の新今治市長を決める選挙には、前今治市議会議員の徳永康清、オチと同じく県議会議員の堀内拓郎、前今治市助役の白石哲郎らが出馬、保守分裂の選挙戦となった。特に、 白井氏は重信市長に長年仕えてきたことから、事実上の後継と目され、また全国でも稀に見る関係市町村の多い合併協議に参、隠しまとめ上げてきた行政手腕を強調。多くの旧町村長らの支援を受け、激しい選挙となった。この選挙では、今治新都市開発整備事業や当初部を含む、地域の融和、一体化促進などが争点となった。 この市長選は、市議会議員選挙、県議会議員補欠補欠選挙と共に行われ、落ちは選挙戦では、行財政改革の必要性を訴え、県議会議員5期の経験から県とのパイプ役と、若さをアピール。加藤森幸愛媛県知事や、地元選出の村上誠一郎行政、規制改革担当大臣、山本純造参議院議員らの指示もあり、出馬ので遅れを挽回し、 初当選した。商店の今治新都市開発事業では、見直しを掲げた。市長就任後、今治新都市開発の見直しでは、市民アンケートを実施、具体化を進めたものの、開発要請の企業立地促進、早期売却による市民負担軽減の必要性から、大手流通業、イオンの大規模ショッピングセンターの立地を認めた一方、 今治港周辺や市役所周辺を含む、中心市街地、商店街の活性化の道筋が見えないとの批判も受けている。2009年2月の市長選挙には、山本純造参議院議員、加藤森幸愛媛県知事等からの指示を受け、再選を目指して出馬したが、新人で、元県議会議員の官僚時に敗れ、再選はならなかった。 2011年の愛媛県議会議員選挙で今治市落ち軍選挙区から立候補した。12,402票を獲得し、同選挙区では定数6人に対して2位で当選した。当選後は院内会派の維新の会に所属している。2012年1月には院内会派、維新の会メンバーで政治団体、愛媛維新の会を設立した。 母方の祖父が、茨丸眼光、元衆議院議員、父、越ともまさが、元体制長長の三世政治家。趣味は、パソコン、自動車。県議会議員当時、現役の愛媛大学法文学部四回生でもあった。理数系の大学を中退したものの、政治や行政の勉強を失いで、秘書や議員をし、いきなり政治の現場に入ったこともあり、原点をもう一回。 勉強してみたかったからとしている。AB、愛媛県庁、歴代議長、副議長一覧。www.pref.ehime.jp。2021年4月29日閲覧。愛媛県議、候補者、開票情報朝日新聞。2012年1月16日、閲覧。ありがとうございます。